それでは5人目のプレゼンターの方をご紹介いたします。天野遥さんです。よろしくお願いいたします。おはようございます。川崎フロンターレプロモーション部の部長やってる天野と言います。おとといですね、試合に勝ちまして、J1 リーグ残り5試合なんですけども、なんとか優勝戦線に残っております。はい。でも、まあ、浦和とかね、いろんなファンの方いると思うので、あまりそこは言いません。でちょっと自己紹介なんですけど、私学生時代ですね、アメリカのワシントン州立大学っていうところで、スポーツマネジメント学部に所属していました。で勉強は全然してなかったんですけども、まあ、大学で働かせてもらえるんですよ、あっち。でそこで向こうのね、スポーツビジネスっていうのを、肌で、体験させてもらってました。で、アメリカに行った一つの目的として、ワールドカップがあったんですね。でとにかくワールドカップ体験したいということで、体感したいということで、コロンビア のバルデラマって選手がすごく好きで、コロンビア応援したんですよ。でコロンビアって鳥男っていうのがすごく有名で、それと同じようにもう向こうでこういう格好をしたいっていう夢があって行ったんですけど、結局やってるの僕だけだったというね。さっきコロンビアのサポーターに僕が囲まれて写真撮らせろって言われてたぐらい誰もいなかったというか、メディアがこうやって取り上げるの怖いなと。あとはね、アトランタオリンピックにはボランティアで参加しました。で本当は最初外でコカ・コーラを運ぶ係だったんですけど、もう俺は日本のこれから世界サッカー界しょって立つ人間だから、中で働かせろっつって中で働きました。でこれ2002年のワールドカップの時は、フロンターレもう働いてたんですけど、2年間休んで、ワールドカップの組織委員会に入って、ブラジル代表の担当だったんですよ。でこれワールドカップ決勝戦終わった後一緒にティーン取ったんですけど、ロナウドこの後六本木行ってました。で、日本に帰ってきて、それでフロンターレで働いたんですけど、これは練習試合じゃないんですよ。これ実際の本当に試合、もう無観客に試合、全然お客さんいないんですよ。でこれで分かったのが、まず日本はね、その競技力がチームにない、それからあと娯楽性ね、娯楽力、それからあと地域性、だこれが足んないんだなっていうのがね分かったんですよ。それでそこからちょっと力を入れて、今フロンターレこう試合前こういう状況になってます。でキックオフのもう5時間ぐらい前からこうお祭りをいっぱいやってるわけですね。で、まあ、娯楽性を高めるというふうなことに今力を入れています。で、もう試合会場にはですね、もうサッカーと全く関係ない豚を連れてきまして、これ地元の川崎に森養豚場さんっていうのがあるんですけど、そこと組んでですね、こういうトントンレースとかやるわけです。でこういうのをイベント会社に任せないで、地元の方々に協力してもらって、でここで地域性を持たせるわけですね。でここはこれは川崎に唯一ある相撲部屋の春日山部屋というところに協力してもらって、It's a small world という名前でですね、どっか聞いてあるような名前 でこれを展開するわけです。でもうさっきのね、動物と一緒でもうマスコットなんですよ。だもうね、お相撲さんってもう見た目から強くも弱くも関係なくお相撲さんなんで、もう大人気になるわけです。そうすると子供たち喜ぶわけです。であとはもう選手、もう全面協力、もうこれ選手ですよ、フロンターレの中村健吾ですとか、もう健吾なんかはもうね、何年もやってるんであれですけど、途中で加入してきた大久保なんか最初汗タラタラ流しながらやってましたけど、今じゃやっぱこういうことをフロンターレの選手は必要だということで、もう全面的にやっております。でこれは今年落語とコラボして、笑点ってありますけど、笑うっていう字を勝つっていう字に変えて勝ち点を笑点と呼んで、落語組合と組んで協会と組んでやったイベントですね。だから選手っていうのはサッカーやってるだけじゃダメだということでね、うちの選手って大変です。でこれスタジアムの中ですけども、トラックがあるとサッカーね楽しめないとかって、そんなのは全然嘘なんですよ。だトラックあるんだったら逆手にとって、もうトラックをもうフォーミュラーカー走らせちゃおうということで、これをハーフタイムに、やりました。これはね結構ね反響ありましたよ。はい。でこれはもう全然分かんない世界に入ってきましたけども、これアジスタにFC 東京の試合の時に、歩いていこうということで 7.8 キロを歩いたんですけど、ただ歩くだけじゃつまんないということで、400年前にあった巡剣行列っていうのをですね、復活させるということで、これ一番先頭の人はうちの社長です。格好させてすげえ怒られました俺。で試合以外のところでもですね、フロンターレやっぱ色を出すということで、算数ドリルを作って、これを川崎市内の小学6年生には全員配布してます。でこれね、すごいのは必ず週3回ぐらいフロンターレのファンじゃなくても見なきゃいけないんですよ。だんだんフロンターレのことが詳しくなる。でこれは、ドリルに出てくる問題を、これ体育のようで算数の授業なんですね。青空算数授業で、
実際に中村健吾が蹴ったボールのスピードとカンガルーのスピードを比べましょうみたいなのをグラウンドでやるわけです。で、これはあの主婦を狙ったスーパーに行ったらフロンターレのバナナがあると。でフロンターレバナナじゃなくて川崎応援バナナっていうふうにしてるのは、これを食べると買うと、3円がですね、スタジアムの改築基金に回るっていうシステムにして、食べれば自分の街が良くなるよっていうふうなシステムにしたんですね。もう次々と出てきますけど、これはお風呂屋さんの地域活性化、どんどん銭湯減ってるんで、お風呂屋さんを、どう盛り上げようということで、一緒にお風呂ターレっていうのを NHK、E テレのですね、お風呂好きっていうこうキャラクターいるんですけど、そことコラボしてやったイベントです。中村健吾、何でもやりますから。健吾ありがとう、本当に。で、今一番力入れてるのはこれです。スタジアムがですね、ついに来年の3月にですね、完成します。で、予算としてはですね、80億円、川崎市から引っ張ってきて、メインスタンド側だけなんですけどもできます。でこれで、感染環境を整えることが、まず第一歩ですね。でフロンターレ、まあ、面白いこといろいろとやってるんですけど、やっぱ感染環境が劣悪だとやっぱりまた来たいと思えないんで、ついにここにメスを入れると。で、客席もこういうふうにね、6階建てのすごくいいところになるんですけど、ただ安心安全快適だけじゃ、まあ、フロンターレらしくない、面白くないんで、ここに新たな魅力ということで、今僕が取り組んでるのがですね、大平隆之さんという、プラネタリウムクリエイター、川崎生まれの方なんです。でこの人と組んでスタジアムの中にプラネタリウムを作っちゃおうという、トドロキスタジアムという名前で、先月ですね、スタジアムのコンコース上にプラネタリウムを作りました。で、これで、スタジアムの、まあ、利用方法ですね、これちょっと見づらいですけど、これ動画になって今すごいじゃないですか、プロジェクションマッピングの技術とか。でこういうことをやると、結局そのスタジアム使ってないときに、地元の小学生とかがここで勉強とかできるわけですよね。だからスタジアムの新しい利用方法とか話題性とかっていうのを作るのを、ね、今やっております。まあ、以上になるんですけど、まあ、フロンターレも見ていただいた通り、もう全く関係ないことを僕やってるんですけど、まあ、目的はですね、僕サッカーが本業じゃなくて、サッカーを通じてですね、幸せな世の中にしたいというふうに思ってるんで、本当笑顔が溢れる街にしたいと思って、やってる、それが本業でやってますんで、ぜひスタジアムいらしてください。以上になります。ありがとうございます。すごい、子供から大人まで刷り込みが激しいというふうに思ったんですけれども、刷り込みが激しいというふうに思ったんですけれども、スタジアムにプラネタリウムを持ってきたりだとか、とても面白いなと思うんですが、はい、川崎フロンターレさん以外でこのような過激な企画をされているところって他にあるんですか？皆無です。通らないですよ、まず会議で。サッカー界ね、閉塞感もバリバリあるんで、だからまずはフロンターレがこういうところで風穴開けて、あ、こういうやり方があるんだっていうところをやっぱ見せていかないと、サッカー場がね、サッカーを観戦する場所でしかないっていうところがやっぱ問題ですね。やっぱみんなが集まるね、場所にしていかないとダメですよね。天野さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。